小惑星探査機ハヤブサ2が分離したカプセルが地球に帰還しましまた。カプセルが出す信号から予定通りパラシュートが開いたことが確認されオーストラリアのウーメラ砂クへの着陸に成功したとみられますカプセルには小惑星リュウグウで採取した物質が入っているとみられます JAXA はこの後ヘリコプターで着陸の位置を確認して、明るくなってからカプセルを回収するということです。